名前も設定もオタクの心に刺さりすぎる武器レスバー。バリアブル、スピード、ビームライフル。こいつは強力すぎる。武器自体もかっこいいし、構え方もかっこいい。プロトタイプ。 V2 ガンダムにもあるらしいけど、どれ？腰のやつだよ。ゲームでは強いビーム兵器扱いはされるけど、可変速はあんまり反映されない。シールド防御無効くらいはもらっていいと思う。丸っこい。4つ。早く通過するビームの速度をゆっくりにしたら大きく破壊できるみたいな理論だっけ。台風がゆっくり動いたらその分被害も大きくなる的な。背中のメインジェネレーターから大量のエネルギーもらって撃つんで、そりゃ強力だ。ベスバーをパクってるうちに、いっそジェネレーター内蔵しちゃえってできたのがジーバードか。ジーバードが何の略だったか思い出すのに毎回5秒くらいかかる。ジェネレーテッド、ビーム、ライフル、デバイス。だからジェネレータ内蔵式ビームライフルってこと。バリアブルスピードなこととジェネレータ内蔵式なことは両立し得るんで、おそらく買いのはそれ。バリアブルスピードだと何がどうして強いのかよくわからんかった。速いビームは貫通力高いけど破壊範囲は狭いので、それほど威力はない。粒子をまとめて投げられる遅いビームは面攻撃で比較的広範囲を破壊できる。波のビームでは通らずにサラミスの手法数発じゃないとぶち抜けないぐらい、クロスボーンバンガードのビームシールドが強力なのを作中で描写して、小型 MS の F91 が容易にぶち抜いたから。機動力、運動性で大型、標準サイズの MS が小型 MS にまともに攻撃当てることも難しいのに、ビームシールドのせいで当たっても防御されるクソゲー状態。ビームを遅くすると面攻撃できるバズーカになる、ビーム速くすると貫通力あるライフルになるって感じかと。これがあるなら普通のビームライフルいらなくねと思う。弾数が少ないとか欠点あるんだろうか。ジェネレーター直結じゃないから機動力とか本体影響を与えずに撃てるんじゃね。エネルギーパックを交換すればすぐ相談数回復できるし。ジェネレーターに直結してるから使いすぎると出力落ちて動き鈍くなったり、最悪行動できなくなりそう。超すごいビームも撃てるってだけで、アンバックしとかの起動補助や予備バッテリー予備電源も兼ねた複合装置だから、武器は武器であった方が便利。武器は数あればあるほどいいからな。邪魔になったら最悪投棄すればよいしな。次戦能力上がるからライフルは持っといた方が良いわ。シーブックはベスバーよりもビームシールドの使いこなしっぷりの方が印象的。飛んできたショットランサーに合わせて弾いたり、器用に使うよね。ベスバーの一種です。ベスバーを武器並べてサイコミュで操ってみた。気になって調べたけど、どこにもゲンガオゾがベスバー持ちなんて仕様でなかったぞ。何に載ってる情報なんだ。確か V ガンのデータコレクションだったと思う。一種のベスバーでありみたいな悶々の画像もちょくちょく貼られてたんで、資料自体はある。威力もまあ大したもんだけど、威力だけじゃなく汎用性にも優れてるのがベスバーの特徴だな。要するに戦況に応じて使い分けもできる便利武器ってことか。
バイオコンピュータが思考に応じて自動補佐してくれるからこそだな。自力で無段階変速調整とか毎度やろうとしたら面倒どころじゃなかろう。 RXF91 バイコンない場合はどうしたら。 RXF91 はバレバのマニュアル車なので、それはそれでロマンあるのだ。マンフレーム強度と操縦システムの関係で勝手に暴れてるだけなんですが。乗り手に応えて限界以上の性能を引き出せる最高のガンダムだな。 F90FF だと低速モードでモビルアーマーのアイフィールドをショートさせてたな。低速打ちは FF でこれとバリア対策に使ってる。おそらくバリアに長時間負荷をかけることで突破する仕組みなんじゃないかと思う。F91 の戦闘シーンよね。バイコンの補助あるから7日慣れただけなのか。 C-BOOK はベスバーも使わず撃墜したりしてるけど、映画の続きやってたらクロスボーンバンダード側でかなうやっこほとんどいないんじゃないか。 F91 本編は予備パーツもないから、おそらく C-BOOK はラフレシア戦までまともな被弾ないんだよな。バイコンはパイロットに負担ない上に性能がかなりすごいと思う。木星にモベスバーの技術伝わってるはずなのに、黒ボン無印で使ってた記憶がない。伝わってるのと作れるのは別問題。コアファイターオトビアが持ってっちゃった X2 もきちんと修復しきれずにスラスター大型化した上に脱出機構なくなってるし。木星のデベスバーが主武装になるのはこれまで待たないといけないのかな。アナハイムでも再現に苦労してるし、当時の木星じゃな。当時じゃガンダムを超えられないからデスゲイルズで3体に特化性能を分けたんだし、木星の技術自体はゴースト時代にならないとまあ無理よね。技術もないわ、金もないわ、資源もないわとがんじがらめだもんな。だからこそ一気当選機に託すしかなかったんだし。誰よりも F91 のことを分かっている C-BOOK が考えたベスバー対策、ビームシールドを2枚使って減衰させてから高出力サーベルで受ける。ここまでしないと勝てないよって。 F91 に対する F97 の優位性って何なんです。木星剣でも戦える水力。サナリー発の木星剣対応の本格的な MS 運動性、機動性自体は上回る。近接戦闘で直接ビームシールドをどうにかできるから、なるべく死者を抑えたいベラ率いるクロスボーンヴァンガード軍的にはニーズにマッチしてる。速度と威力の幅広い調整ができる技術だから、いろんな状況で使えて便利そう。装備含めて丸ごと量産化されてたり、 V2 の時代でも普通に使われてたり、ベスバー自体はかなり優秀な武器として扱われてるような。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。